さて今週は生中継で県内の桜スポットの様子ご紹介しています、はい、今日は鶴ヶ市から金ヶ崎宮から中継ですフィールドキャスターの吉田アナウンサーが言っています吉田さん金ヶ崎宮の桜もすでに満開を迎えていますそしてこの時間帯はライトアップもされていてまた雰囲気がガラッと変わってきましたさて金ヶ崎宮は先ほどの階段をね、石段を登っていった先に境内があるんですが その境内の桜がまたご覧のようにですね今美しく生えていますもう満開今週に入ってから満開を迎えていて日中も暖かい日が続いたのでまだまだこの状態が続いているといった状況ですね改めてご覧いただいてどうでしょうかいや本当綺麗な桜色でぼんぼりのね優しい明かりがね桜を引き立てていますねそうですよねこの時間帯も多くの方がね えー、ライトアップされた桜を見ていますそして、金ヶ崎の魅力というのはなんといってもね抜群のロケーションなんですねこちらすぐ奥を見ると、はい、海、敦賀港が眼下に広がっているんですね<ー>日中の映像もありますのでこちらご覧ください高台にあります金ヶ崎宮、まあ桜もちろん綺麗なんですけども、うん すぐそばに鶴ヶ湖なので桜のカーテン越しに海を見ることもできるんですね日中も日差しを受けて水面がキラキラと輝いていましたさてそんな金ヶ崎宮なんですけれどももともとは明治時代に政府が日本海側そして北陸の安定を願ってこちら建てたんですけどもそんな金ヶ崎宮には ロマンティックな話があるんです。何ですかと言いますのも、時は明治、<お>互いに思いを寄せる男女がいたんですけども、<laughs> なかなか時代背景もあって、好きという言葉は伝えることはできませんでした、ん<ー>そんな中、男性が金ヶ崎に花見に誘って、桜の枝を交換しよう、これで思いを伝えようというふうに考えたんですね。それを受けた女性側も、はい 桜の枝交換ししまます。すいいですよ、わかりましたあ。これで私たち、やっぱり両思いだったんだ、<laughs> そんな確認の方法があったそうなんです。ロマンチックです、ね、ということで、そのロマンティックな話を受けまして、金ヶ崎宮では、こういった桜の小枝のお守り、これを福娘と交換して、まあ、良縁を願うという花替え祭りが平成に入ってから、多くの方に今、親しまれているということになるんですね。うんで ただ去年は新型コロナウイルスの影響で花替祭りも中止となりました今年はどうなんだ今年はなんと今日から花替祭りが新しいスタイルで始まっているんですこちらご覧ください、ね、先ほど午後4時に神事が行われまして今年は5人の福娘が選ばれました一般公募で選ばれるんですけども今回は全員が 嶺南出身嶺南にゆかりのある5人の福娘が誕生しました、はい、さてこちらにはもう成り立て福娘になりたての2人に来てもらいました、うん、よろしくお願いいたしますお願いしますさて今花替え祭り今日から始まったんですけどもその花替えが2年前とはまあ違うということになりますが具体的にどういう点が違うんでしょうかはい例年は実際に福娘とお花を交換していたんですけど、はい、これを交換するんですねはい、はい でも今年は新型コロナウイルスの対策として、交換はせずに添えて、これが新しいスタイルということになります。はい、で、明日からその花替えは始まるんですけれども、今回、特別に私があの仕事ということもありますが、あの最初にやらせてもらうということで、ちょっとよろしくお願いいたします、まし新しい花替えスタイルで。まずははははこちら願いいい事をすするんででよね 33歳、独身未婚です、最近は地元に帰ると早く結婚しないのかで多くの方に言われます、<laughs> <ら>本当にいい出会いをお願いいたします。いや、吉田さんにね、いいお相手が見つかることは常々私も,も願っているんですが、両演以外にもお願い事は叶えてもらえるんですか <laughs> ああそうなんですあのもちろん、良縁以外にもどんな願いも OK ということなんですよね、はい、なので幅広い願いをこの福娘にと、えー、届けていただければと思いますさて、改めて明日から新しい花替えのスタイルが始まりますけれども、意気込みを教えてもらってもいいでしょうかはい皆さんのお願いが届くように、私たちも精一杯進詰めさせていただきます、ぜひお越しくださいありがとうございます、ぜひね、多くの方に福を授けていただきたいと思います。 さて、この花替え祭り、明日は花替え午前10時から午後4時までやっています、明日から今月15日までやっていますので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか、金ヶ崎宮の桜、今、満開を迎えていますので、ぜひ夜桜も含めて楽しんでいただければと思います。以上、こちららヶ市の金ヶ崎宮から中継でお伝えしましまた。 はい、あの金ヶ崎宮の桜、あのもうライトアップされてとても幻想的なね空間になってましたね。うん、金ヶ崎宮といえば、うん、あの花会祭りですけれど、交換じゃなくてタッチすることによってなんか心がね通う感じがしますよね。なるほどね。まずはあの新型コロナのね収束を願いたいですね、うんはい。この後も中継をつなぎます。さて今日の中継ですけれども鶴ヶ市の金ヶ崎宮からお伝えしています。 ちょっと吉田アナウンサーが場所を移したようなんです、はい、もう一度ねつないでみましょう吉田さんはい先ほどいた金ヶ崎宮があちらになるんですけどもそこから車で3分ほど移動してきまして金ヶ崎緑地にやってきましたあのですね田島さんちょっとあの分かりますかね今こちら公園緑地なんですけども100人ぐらいね大勢の方がいらっしゃるんですがはい まあ難しいんですがなぜだかわかりますか？吉田さんの中継を見に来たんじゃないですか <laughs>？違いますか？まあそんなことはないので <laughs> なかなか答えとしても難しいあれなんですが、<い>あの実はですね <laughs> こちら六時三十分からちょうど先ほどからプロジェクションマッピングの上映が始まったんですね。ああそうですか綺麗。金ヶ崎緑地のこの地面にですね今光が映ってるのが見えますか？見えます見えます。はい綺麗ですよ。 ちょうどこのプロジェクションマッピングの上映が始まったのでまあ、多くのね、えー、鶴ヶの市民の方含め集まってらっしゃるということになりますちょっとね、いろんなこうストーリー性があったりしまして、はい、ま鶴ヶの歴史や文化をアニメーションで表現していたりですね蒸気機関車もあったり、マダイなどの魚そして人道の港のエピソードを表現したものなどあるんですがちょっとタイミングが良ければですね、先ほどはこう蒸気機関車 SL がこうこ,こをこう走っていく感じとか、すごいあったんですけど、あのタイミング良ければご覧いただけると思うんですが、その前に一旦こう全体の雰囲気を、ね、ご覧いただいて、改めて田島さん、澤さん、どううでしょうかあの自然の美しさは桜を見ればありますけど、うん、このアニメーションで夜も楽しめて、子どもたちも元気いっぱい走り回ってるじゃないですか、家族で楽しめるのがいいですよねそうですよね。 こちらのプロジェクションマッピングなんですけどもちょうど今ね合間合間で暗くなってしまったんですがまた始まると思います来月の9日までやっていますぜひですねこちらまた鶴ヶで楽しんでいただければと思いますどうでしょうかプロジェクションマッピング長期飛車が流れる難しいですかねんすうん、ちょっと厳しい、はい 以上、中継でお伝えしまししままた。た。ちょっっと時間がなくなくてき今週はです、ね、県内の桜を生中継でお届けしていますがコロナ禍で花見を自粛している皆さんにも楽しんでいただけるよう福井テレビのホームページからでもご覧いただけます。